はい、どうも、料理のりゅうさんりゅうじです。言えてましたか？はい、ということでですね、今回はですね、めちゃめちゃうまいですね、エビ、もうエビを使う、ちょっと頭でちょっとまとめますから今、エビよりもうまいじゃないかっていうですね、鶏チリですね、エビチリなら鶏チリっていうのをですね、ちょっとね、やっていきたいなっていうふうに思います。グダグダすぎたな、これな。まあ、いっか。はい、ということでですね、材料紹介いきます。まず、鶏胸肉です。胸肉ね、お安いのでね、このね、胸を使ってもね、パサパサになんないですよ、今回は。そういう作り方を皆さんに伝えていきたいと思います。あとですね、ニンニク一かけと長ネギです。3分の1本なんで、こんなに使わないんですけども、こんな感じでやっていきます。はい、ということでですね、早速やっていきたいと思います。まずですね、ちょっとね、シャキッとさせるために、このね、外心ドライ飲んでいきます。うまっ。これをですね、やることによりやる気が出ます。僕の個人的に心なしかね、包丁さばきもね、良くなってる気がするよ。まず野菜の方から切っていきます。ニンニクです。こんな感じでね、粗みじんにしていきます。はい、で次にですね、長ネギ3分の1本なんで、これの、まあ、半分ぐらいですかね、切っていきたいと思います。はい、何分かな。まあちょっとね、最初の方はね、みじん切りになってないので、はい、大丈夫ですね。はい、鶏肉をカットしていきます。ね、切り方がね、ありますからね。これね、薄く切るんですよ。はい、8ミリぐらい、できればこれぐらいの薄さ、これぐらいの薄さに鶏胸肉切るとね、あのすっごくね、柔らかくなるんでね、皆さん頑張ってね、頑張ってこの薄さに切ってくださいね。で、包丁ね、研いでおいた方がいいです。今はね、あの簡易研ぎ機みたいなのが売ってますからね、シュッシュッてやるやつね、というので研いでいただくと、もうそれでね、結構ね、切れちゃうもんなんでね。で、薄くって、まあまあ、でも1センチぐらいでもね、全然柔らかいので全然大丈夫です。はい、こんな感じですね。はい、はい、そうしましたらですね、お塩です。お塩ね、少々振ってくださいね。で、あと胡椒。はい、塩こんな、放送事故が起こりましたね、これね、やれてなかったですね、これね。でもね、こういうところをちゃんと見せるのがこのチャンネルのいいところですからね。はい、頑張ってやってんだぞっていうね、というところでね、カットしません、これ。はい、はい、こんな感じですね。だから、揉み込みます。はい、はい、そうしましたらですね、この、こっちに、ね、も戻しちゃいますね。で、全体ですね、この片栗粉、大体どれぐらいですかね、大さじ1、大さじ2ぐらいいきましょうか。大体これ大さじ2ぐらいですね。で、こいつをですね、もう全体にまぶします。こうすることによりですね、まあ、これからチリソース作るんですけど、絡みやすくなるんですよね、チリソースが。美味しさのポイントですのでね、皆さんね、やってくださいね、これね、面倒くさがらずにね。料理は愛情。いきなり出たね、今ね。ということでですね、はい、こんな感じでまぶし終わりました。はい、そうしましたらですね、フライパンですね、油を、多めです。で、油がね、温まりましたら、先ほどね、鶏胸肉を焼いていきます。で、しっかりね、焼き目をつけるような感じで、やっていきますよ。こんな感じでね、感覚的に揚げ焼きするような感じですかね。で、この時のね、火はね、強火で大丈夫ですから、ここでね、さっと火を通しておきます。あ、いいですね。はい、ここでこれくらいで全然平気です。そしたらね、肉はね、取り出しておきますね。今食べてもね、マジで柔らかいです、これぐらいの火の通りだと。この柔らか鶏がね、チリソースに絡まるんです、これから。ちょっとね、油多いので、ちょっとね、吸います。大体ね、大さじ1ぐらい残しておいてくださいね。これぐらいですね。で、火をね、つけて、ニンニクを炒めます。料理チャンネルっぽくなってきましたね、ようやく。やっぱ火を使うとね、料理チャンネルっぽくなりますね、これね。皆さん勘違いしてるかもしれないですけど、これ酒飲み動画じゃないです、これはお料理チャンネルです。はい、で、ここにですね、ケチャップです。大さじ3入れてください。でね、ちょっとね、プツプツと言わせます。これで酸味が飛びますんでね。あと、僕の大好きなね、ウェイパーですね。はい、小さじね、3分の2入れます。水がね、100cc ですね。一味唐辛子が小さじ半分。まあ、もう適当でいいです。はい、ここで辛さが決まります。僕は辛いのが好きだから、もうちょっといい。お酒です。酒小さじ2です。はい、多分こんぐらい。僕は特別な訓練を受けておりますので、大体ね、小さじの量が分かるんですけども、皆さんは測ってくださいね。はい、こんな感じでね、やったら沸かしてくださいね。はい、この状態になったら、ちょっと火は弱めて、片栗粉です。は
片栗粉小さじ1を同量ぐらいの水で溶いたものになりますね。はい、これを入れて、とろみをつけていきます。あ、いいですね。もうチリソースっぽくなってきましたよ、これね。チリソースっぽくっていうか、チリソースなんですけどね。ここにですね、先ほどの鶏、切った長ネギ入れちゃいます。で、こんな感じで和えていきますよ。すげえ飛んだ、今はい、こんな感じで絡めて持ってきた。これで鶏チリの完成です。じゃあ盛り付けしていきますよ。盛り付けって言っても、もう持っていくだけです。プルプルプルです、これ。最後にね、小ネギをちょっと散らしてね。はい、それではですね、鶏胸チリの完成です。はい、それではですね、早速食べていきたいと思います。じゃあね、今日はね、このさっき飲んだライジンドライね、なんとね、日本酒で割ると美味しいっていう風に聞いたんでね、ちょっとやってみたいと思います。おー、いいっすね。じゃあいただきます。あ、うまっ、これ超うまいんだけど、辛いジンジャーエールみたいな味がするんですよ、これね。あ、ごめんなさい、あの料理動画でしたね、これね。じゃあ早速ね、食べていきたいと思いますね。これですね、いただきます。超うまい。まあ僕何回か作ってるんですけど、これ本当にうまいですよね。これチリソースが最高に美味しいんですよ。うまこれ。あ、うまっ。鶏胸もね、プルプルなんですよ。すっごい柔らか。鶏胸って結構ね、パサつくから避けてるって方結構いらっしゃるんですけど、これ薄く切ってさっと片栗粉つけてね、焼くことによってすっごい柔らかくプリプリなんですよ。で、これがですね、エビの代わりになってるんですよ。ものすごくうまいです。エビを使うより安い、倹約的。うん、最高。マジでいい。僕ね、これ大好きなんですよねこの鶏胸チリすっごい好きなんですよ。めちゃめちゃ飲んじゃうな、これ。すいませんね、本当に。料理動画じゃないかもしれない、やっぱり飲み動画かもしれないですね、これね。うまい、これ。これなんで日本酒のあれが消えるんだろうな。めちゃめちゃうまいよ、これ。はあ、ということでですね、最高、 YouTube 最高。ということで皆さんもぜひやってみてください。はい、ということでですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなって思った方はぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。